こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書、事実なのか考えなのかの解説をやっていきたいと思います。事実と考えっていうのは全然違うものと考えているかもしれないけど、実はその2つは切り離すことができないものだった。それは一体どういうことなのか、今回の解説を聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。事実っていうのは正しさが確定している事柄。例えばね、札幌にも博多ラーメンのお店がある。これはね、事実なの。これはね、実際に行って自分の目で確かめることもできるし、信頼できる情報からその事実を確かめることができる。でもね、それに比べて事実ではない事柄には、ちゃんと何々だろうとか何々と思う、こういう言葉を使って、それが自分の考えであるってことをはっきりと示さなければならない。この考えっていうのは推測と意見に分けることができるんだけど、まず推測っていうのは、多分それは事実なんだけど、まだ確定していないこと、不確かなこと。例えばね、邪馬台国は九州にあったと私は考える。これは考えであって事実とは言えないよね。邪馬台国がどこにあったかということについては、北九州にあったとする説とか、近畿地方、近畿大和にあったとする説などがある。つまりそういったいろんな説がある中で、私は九州にあったと考える、こういうふうに言うことはできるけど、邪馬台国は九州にあった、こういうふうにそれを事実として語ることはできないっていうわけで、考えのもう一つのタイプは意見。こちらはあることについての評価とか、何々するべきであるといったような規範、あるいはある物事について賛成か反対かといった態度のことでね、こういった考えと事実っていうのはちゃんと区別しなければならない。これはアメリカの小学生でもしっかりその2つを区別するように習っている。例えばこちらの文章、どちらが意見でどちらが考えかわかるかな。このワシントンっていうのはアメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンのこと。ワシントンは米国の最も偉大な大統領であった。これは意見ということができる。だって最も偉大な、こういうふうに言ってるけど、これは事実とは言えない、その人の考え方だから、これは意見ということができる。で、もう一つのワシントンは米国の初代大統領であった、こちらは事実だね。ジョージ・ワシントンがアメリカの初代大統領っていうことは、正しさが確定している事柄だからね。こういうふうにね、意見と事実をしっかりと区別して自分の考え方を述べたり文章を読んだりすることは非常に大切なことだとして、アメリカでは小学生の時からこういったことを習っているんだね。で、こういったことに関しては自然科学についても言える。自然科学は比較的意見と事実を明確に区別していろんなことを表現できる学問。そこで扱われている世界観というのは、自然科学についてある物事を語るときにみんながその見方を共有しているんだね。だからそこで述べられていることが意見なのか、それとも事実なのかってことはしっかりと区別することができるっていうわけ。一方で自然科学以外についての物事についてはそれが事実なのか意見なのかってことを区別するのは実は難しい。世の中で扱われている物事っていうのは自然科学以外にもみんなの暮らし、生活やある人物についての人柄や社会について、他にも娯楽とか芸術についてみんないろんなことを述べているよね。で、その時に実は自然科学と違ってある特定のものの見方をみんなで共有しているわけではない。そこにはただ一つの客観的な事実があって、その周りにたくさんの主観的な見方がある、こういうふうには言い切ることができない。いろんな意見や事実がある中で、その中のどれか一つが正しい、こういうふうに単一の見方を取ることができないわけ。それをよく言い表している言葉として、物は言いようっていう言葉があるね。例えばね、誰々はよく言えばマイペースだが、自分に合ったペースでちゃんと物事を進めていく人だ。こういうふうによく言うことはできるんだけど、そういった人について悪く言うこともできる。自分のペースで物事を進めるっていうことは、周囲にとらわれないっていうことで、それは周りの空気が読めないことにつながることもあるからね。で、このことについてはどちらの考え方が正しいということはない。どちらもその人についての事実を述べている、こういうふうに言うことができる。そう、私たちの生活の中には、こういうふうに単一の見方ができないこと、そこにはたった一つの客観的事実があるとは言い切ることができずに、多面的な事実が存在する、複数の見方ができる、こういうことがあるわけ。他にもね、同じ出来事について A 新聞と B 新聞で
行動の仕方が違っていて、そして読者に与える印象が全く違ってくる、こういったことだって起きる。例えばね、A 新聞はこういうふうに報道した。何々大臣を取り囲んだ市民から多くの質問や疑問の声が上がったが、大臣はそれを平然と無視した。こういうふうに書かれていたら、その大臣は市民の声を無視するひどいやつだ。こういうふうな印象を読者に与える。一方でね、同じ状況を B 新聞はこういうふうに報道した。何々大臣を取り囲んだ群衆から多くの罵声が浴びせられたが、大臣は冷静さを失わなかった。ね、こういうふうに書かれたら大臣の印象が変わってくるよね。市民を群衆と言い換えることによって、またその人々の質問とか疑問を罵声と言い換えることによって、最後に大臣がそれを無視したのか、それとも大臣が冷静さを失わなかったのか、同じ状況、事実がそこにあったとしても、報道の仕方、表現の仕方によってみんなの大臣に対する印象っていうのが180度変わってくる。大臣は市民の声を無視するようなけしからんやつなのか、大臣は多くの罵声を浴びせられてもそれに動じることのない強い信念を持った人物なのか、どちらもその時の状況、事実を述べているにもかかわらず、それを読んだ人に与える印象っていうのが正反対になってくる。だからね、私たちはたとえそれが事実であったとしても、それをそのまま 100% 信じるわけにはいかない。むしろ事実というものは多面的なんだ、いろんな見方ができるんだっていうことをしっかりと肝に銘じて、その危険性を十分に理解して、ある一つの見方っていうのを絶対視してはならないんだね。私たちはある事実に接したときに、この事実は他の見方ができないかな、そういうふうにしっかりと考えていかなければならないし、また一つの物事を様々に表現していくことができる国交力といったものを身につけなければならない、こういうふうに筆者は主張しているんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか。筆者の野谷茂樹さんの文章については、以前の動画こちらで解説しました。いろんな教科書で扱われている筆者ですので、他の解説動画も見てしっかりと筆者の考え方を理解していってください。それでは今日の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。